鳥羽さんが最も重要にしている価値観は。唐揚げ列島さん24歳男性、樺沢先生が一番大事にしていることや価値観は何ですか。樺沢の座右の銘を言うと分かると思うんだけども、今を生きるってことですね。今を生きるってことはどういうことかというと、今を楽しむってことですね。今この瞬間を楽しむってことですね。だから楽しそうに話してるじゃないですか、こうやって。だから一瞬一瞬を楽しむってことが重要であって、過去を思い出して後悔したり、未来を思い出して不安になる人がメンタルの患者さんの大部分ですけど、そんな暇ないんですよ、人生に。今楽しめばいいですよ。今やりたいことをやる、仕事中はいけませんよ。仕事中はだから逆に言うと、仕事に集中してさっさと全部終わらして、早く終わらして帰って遊ぶぞ、映画見に行くぞと、友達と飲みに行くぞと、お子さんとご飯食べに行くぞということを楽しみにして、仕事に今ここに集中すればいいわけですね。皆さん過去のことや未来のことを考えれば考えるほど、脳のリソースがどんどん奪われていくから、どん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 パフォーマンスが下がってきて、1時間で終わることが余計な雑念によって2時間も3時間もかかるっていうのが皆様の生き方であったり仕事の仕方になるんですね。だから時間がなくなって、今ここに集中して、今この一つの仕事をどうやって早く終わらせるのか、どうやれば集中してできるのか、例えば砂時計とか使ったりとか、砂時計を使うと集中してやりやすくなるとか、いろんなことを工夫していくと、今この瞬間が一番重要なんです。だって今この瞬間しかないんだから。今この瞬間の連続が1秒、これが60回連続して1分になり、それが60回連続して1時間になり、それが24回連続して1日になり、それが30回連続して1ヶ月になり、12ヶ月連続して1年になるわけでしょ。結局今というこの一瞬しかないんですよ、人間が生きてる瞬間っていうのは。それが積み上がって1年とか10年とかが生まれてくるんだけど、一個一個見ていくと一瞬しかないんですね。この一瞬を楽しむことができたら一生楽しいんです。それは10秒後も楽しい、1分後も楽しい、1時間後も楽しい、2時間後楽しかったなっていう風になるじゃないですかね。だからこの一瞬を楽しめるかどうかということが一番重要です、私の価値観ね。そこを楽しめさえすればもうハッピーなんだから。皆さん余計なことを考えすぎ、未来のこととか過去のこととか老後のことが心配ですとか言うけど、老後に考えればいいですよ。私は考えちゃいないですよ、そんなこと。別に逆に言うと、今この一瞬に集中して、今仕事とかに集中してきちんと例えば成果を出して収入を得ればいいわけだから、10年後自分の給料がいくらになってますかとか、貯金がどれだけなってますかとか関係ないですよ、そんなことは。だって今全力でやれることをやれば当然収入も増えてくるし貯蓄も増えてくるはずじゃないですか。だから今にコミットしないで10年後老後の資金が心配ですとか言ってもわけが分かんないですよね。それだったら今頑張れよっていう話に還元されてくるのでね、今頑張ってないから老後の資金が心配なんでしょ。その因果関係から言うと、老後の資金から心配でどうしたらいいですかって言って、あなたが今やるべきことをやってないから老後の資金が心配になってるわけで、今この一瞬にあなたができることを全力で全てやり尽くしていれば、老後の心配も1年後の心配も10年後の心配もないんですよ、それはね。だから今一生懸命やってないんです。世の中の 99.99% とおそらくやってないと思うけども、私はやってる感がある、やってる感があるっていうか、少なくともやれることをやれる範囲でやって全力でやってるつもりではいるので、今この一瞬が幸せですし、この間樺沢さんが人生で一番幸せだった時を教えてくださいっていう質問もあったけど、それは今です。なので今この一瞬を楽しむってことを皆さんもっと考えてほしい。皆さんは今一瞬を苦しむことにフォーカスしてる人が多い。10年前にあんなことしなければこんな風になっていなかったのにとか、いやなんで病気は治らないんだ、いつになったら治るんだ、病気の治し方教えてくださいっていう風に書き込んでる時点で今を楽しんでないんです。それはそれとして、今こうやって樺沢さんなんか面白いこと言ってんなとか、役に立ついこと言ってんな、今これ面白いわ、樺沢さんいつもいいこと言ってるわっていうことが今を生きるってことね。余計なこと考える必要はないですよ。今この一瞬さえ楽しめれば、あなたの人生は安泰です、あなたの人生は幸せです。逆に言うと、今一瞬を楽しんでれば病気のことなんかも忘れてたって自然と治っていくんですよ。自分で過去のことを振り返って後悔し、未来のことを不安になって逆に自分でストレスを増やして自分で病気が治らない状態を作ってるわけですから、今この一瞬に注目してフォーカスして楽しむということをしていくと、多分皆さんの病気も治っていく、皆さんの人生も楽しくなっていく、間違いないと思います。そのためには過去ではなく未来でもなく今にフォーカスする、そして今自分がやれることをやっていくってことですね。未来は関係ないみたいなことをさっき言ったけど、そうじゃなくて、未来のために今この一瞬できることは何かを考えて、それを全力でやっていくということですよ。これを今にチューニングするっていう言葉、言語化の魔力で解説してるんですけど、それをすごく詳しく今解説しました。改めてもっと深く知りたいという人は、言語化の魔力の今をチューニングするという項目を読んでいただけると、改めて図も載ってますので分かりやすいかなと思います。今にチューニングできるだけで幸せになります。全ての人が幸せになります。過去や未来を考えるから不安になるし、後悔するし、ネガティブな感情が湧き上がってくるのでね、できるだけ皆さんも今この一瞬を楽しんでください。